お疲れ様です。今日はですね、こちら新限界突破ゴブリン乗りやっていきます。さあ、新シーズンになりまして、ゴブリがですね、なんと進化しました。早速ね、紹介していきます。で、サイクルはですね、2じゃなくて1です。はい、1なので2回に1回進化します。はい、まあ、俺自体ね、4コスなので、まあ、2回に1回だと結構高頻度で進化できるんじゃないかなと思います。で、特殊能力的なね、やつはですね、さっきも一瞬映ってたんですけど、近距離ユニット、その箱の近くに来たユニットを箱に閉じ込めて継続ダメージを与えるっていう能力ですね。はい、なので、まあ、ペッカやジャイや、まあ、ロイジャイ、まあ、ゴーレム、エリゴレとか、なんかそういう盾系とか、まあ、単体のユニットに対して特に強いかなと思います。はい、で、空にはもちろん攻撃できないので、今までと同じ、まあ、本当陸特化な感じですかね。まあ、テスラは空にも陸にも行けるけど、オリはまあ陸だけなので、まあ、そこはどうなのかなっていうとこかな。はい、あの、まあ、その箱が壊れたらね、その継続ダメージとかも終わっちゃうんで、まあ、その箱を壊させないようにしなきゃいけないとかっていう、なんかそういうのもいろいろ考えるとちょっと難しいというか、どうなんだろうねっていう、はい、感じはいます。まあ、早速ね、使っていこうかなと思います。で、もう一個か、ステータスアップもあってですね、箱自体、ゴブリンの檻の HP とか増えないんですけど、ゴブリンの檻が壊れて中から出てくるリベンジゴブリンですね。はい、リベンジゴブリンの HP は 10%、通常よりも大きくなる、はい、よと言ったところですね。なので、まあ、カウンターのゴブリンはちょっと強めかなと思います。まだ自陣のね、その受けだったりとか、まあ、全体的には強くなったらしいです。はい、まあ、どれもちょっと檻置くか、全然置いてねえわ。普通にドリルの棒に一生懸命なってたさ。まあ、空に攻撃できないんでね、まあ、それならテスラでいいかっつって、まあ檻はね、この親衛隊ロイフグによく使われてるイメージがあります。逆に他のデッキでなんか、そんな使われてんのは見ないんで、ちょっとむずい。もう最近だとボムタワーとか、まあそれこそテスラとか、まあ、何でもいるんで、まあまあまあ、どうなんでしょうかね。居場所があるのかなっていうとこですかね。めちゃんこ強かったら即使えます。はい、まあ、これは今まで通り、来た、これが進化ゴブ檻です。もうで、このね、近くなんですよ。ほんと近くに来ないと捕まえません。近くに来たらさ、トリトンみたいなのが捕まえて、さ、箱が壊れるまでキュッキュッキュッつって、はい、攻撃します。で、中から出てきた、リベンジゴブリンはちょっと HP がね、足元なんかきめえな。かわいいって言えばいいか。あ、決めとか言っちゃダメだ。なんか。でもかわいいね。うん。っていう感じです。あ、あれで進化してねえわ。熱っ。めっちゃ回転早いんだけど。2回に1回と言ってもなんか出せねえな。よいしょ。いや、きついんじゃない？なんか、まあ、単純に親衛隊とかはね、まだまだ強いんだよね、今も。さあ、普通に。タワーを追っていくんですけど、さあ、ゴブリンの檻、まあ、こんな感じではありますね。俺もぶっちゃけ全然触ってないんで、まあ、強い、そんなね、分かってないんですけど、なんか捕まえて、タコ殴りにするぐらい。まあ、どうなんだろうな。正直さ、箱の中に1体しか入れれないんですよ。だから、とかそういう、なんだろう、陸にしか攻撃できないじゃないですか。あとはまあ、なんか結構上限がね、多い気がするんですよね。テスラみたいに、なんかトリマー近くにパルスで、ね、敵のユニット全部一旦止めますよ、みたいな。一旦近くの敵全部箱の中に詰め込みますよぐらいなね、
とかじゃないんで、なんか怪しいと思ってます。はい、めちゃめちゃ弱いんじゃないか説をね。いや、わかんない。まあ、だからこの後ね、超強い可能性もある。相手がそう、親衛隊とかだった時に別になんか、意味をなさない気がするんだよな。そんなこともないのかな。一応進化回ったんですけど、一応回りはしました。まあでもなんか、せっかくならその、先置きっていうよりかは、まあ、敵のユニットが来た時に、箱置いちゃいたいですけどね。まあ、トリトンみたいな感じで引っ張って閉じ込めますよと。後ろ親衛隊から行っちゃうか。いや、これなんか出す時まあ相手が攻めてきた時にね、取り戻せば強いか。まあ2回に1回なんで結構雑に出してもいいのかなっていう。やられほしい。ホバリング生きて。いや、マジでもね、こういう相手にさ、そう、使わないんですよ。それがなんかね、もったいないというか、もったいないか。まあ、使えます。ここはね。見せてくれ、俺に。この檻の強さを。まず、これで閉じ込めます。はい。で、箱が壊れるまでの間は、ずっと、殴りますよと。あー、まあ、意外と。なんて言うんだ、絶妙だな。強いのか弱いのかなんか、分かりづらいね。まあ、鳥までも受けるっていうのはね、この檻の強みではある。LSP 許容しちゃおう。やで、終わらしてあげましょうよ。さあ、おり、まあ、いやー、まあ、だからそのね、本当にだからタンク系ね、タンク系、まあ、単体系が来てくれれば話が変わるっすよね。さあ、タンク系、まあ、盾関係のね、まあ、陸来てくれれば輝けます。まあ、一旦降りよっか。まあ、初手に置くとかできるのは便利か。さあ、からのですよ。さあ、フェニックス。まあ、普通にさ、ちょっと強めのカウンターできそう。これだけで強いもんな。親衛隊が。で、なんか、苦しくなったところをロイホグ追加みたいな号令。え、待って、ゴレさ、これ、マジである。これです。食べろ。行け。近くに来たら、閉じ込めて、檻が壊されるまで、さあ、タコ殴り。え、これやべえ、なんか。で、うい。え、すげえ。で、また新しく、え、めっちゃ強くね。まあ、なんか呪文とか打たれたらすぐ、まあでも言うて中からマッチョ出てくるんでね。リベンジゴブリン、いや今みたいな超強いやん、いいの今みたいな本当理想ですよね。そんな強くいけるかって言われるとまあ分かんないんですけど、今の気持ちいいな。ゴレってあんな簡単に守れたっけっていう話よね。だって、まあちょっとやだ。キング起動、あ、できないね。ゴレ4コス、まあトリトンで後から守るみたいな、まあそれとちょっと近いっちゃ近いんですけど、もう一回降りで守りたいな。かわいいエリポン来た。
あ適当に回して、これ出してくんねえかな。せっかくならね、いただいちゃいたい。このなんか捕まえる範囲もね狭いんでね、これもっと広くてもいいのかなっていう。強そう。さあ、まあ、ザッピーで止まってはいるが、いけ食え、いけ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 。さあ捕まえた。継続ダメージがあって、意外とダメージ高いっすよね。こう見たらこれってだいぶ HP あるよ。おい、これ2はめちゃめちゃいい、めちゃめちゃいい、良すぎるぐらい。めちゃめちゃいいが、いいが、いいがみたいな、いい気もするが、ゴレやジャイを引かなきゃいけない。そう考えたらなんか限られちゃうっすね、輝くシーンが。それマジきついんだよな。やっぱ進化のいいところってなんかもう勝手に強え、なんか知らんけどめっちゃ強えが進化のなんかいいところというか、なんかね特徴だと思うんですよ。どんな時でもワンチャンを生んでくれるみたいな。そうじゃねえかな。え、待って、でもエリシア来たよ。そう、まあでも別に進化してなくても止まるっちゃ止まるか。さあでもさ、蓄えて、え、しかもこれさタワーの攻撃とかも受けないの、食ってる間。え、飲み込んじゃった。え、そういう感じで走り方は相変わらずの。よっこらよっこらよっこらこら。まあ火力とかは今まで通り。まあ単純になんかエレジャイとか使ってる人かわいそうだな。ね、被害がでけえ。まあ、最近ちょっとドリルとかが多かったんで、なんかそういうのにあんま輝けないんだよな。まあ、性能としてちょっと面白いんだよな。頑張れ。いいね。まあ普通にさ、こうやってカウンターも、まあ、ただただね、これだけでも十分弱くはないですからね、オリはね。で、逆サインダックビとか咲いたんで、じゃあ左へロイフグ。タルとかでちょっと延命も混ぜちゃったりね。いいね。で、今エリシア来ても、オリで簡単に止まるよねっていう。もうマジ中型から大型の陸だから、ペッカとか本当はペッカとかに異常に強いな。だってペッカってさ、なんか複数ユニットじゃないと受けれないけど、それも受けれるようになっちゃうんで、まあなんか本当にペッカに対して異常に強くなったみたいな感じだな。飲み込んじゃってフフフフフフフ、食ってるわ。おお、やばい、おもろいな。あの、なんかぶっ壊れとかなのかな、そういうのはどうなのかなってなると、そんなことはなさそう。だから万能じゃねえわってかイメージっすね。輝くときは輝くかもしれないんですけど、いつどんなときでもね壊れになる進化かと言われると、まあそんなこともない。たまたま陸のなんか強めなやつを引くとみたいなね。さあドリルね、相手がドリルだったらゴブリンの檻はねいつ輝くんですかってなっちゃうんだよな。いや、ボムタワー強え。まあ、ボム採点でね、ロイホグホバとか行っちゃってもいいですけどね。これ、許容して。
結構きついですよ。やらんまで打って、いやぐらいいっとかないと削れないですよね。さあ降りに行くよとからのゴブリンの檻もあります。一応ドリルの防衛、いや無理だろうな多分意味わかんないことになるもんな。普通に多分中から出てきたゴブリンを捕まえるとかだと思うんですよね。まあ一旦持っとく、せっかくならね。どんな感じで使えるのか見せたいが、相手が諦めましたね。むず、まあこれなら正直アイスピの方が強いんじゃないか。そんなことはねえかな。あんま強くなさそうに思えちゃうけど、まあ自分が使ってる、なんかその自分がねペッカとかメガナイトとか使ってる時に2回に1回進化されて毎回止められると、まあ、ちょっとだるそうではあるか。まあでも全然関係ないデッキだったらもう何も思わないもんなっていう。え、ホマリングがいなくなっちゃった。さあまあ今回ババスケドラなんでね、まあ相手がラバとかだった時に、まあ、言ったら進化ないようなもんなんで、それがちょっと辛い。おお、2枠の1枠をこいつにするかって言われると難しいが、いやでも今回なんだ相手檻輝けるか、もしかしてエリポンゴルとかだったら。ゴレ来た、えでかくね。いやまあスケドラとかまずめんどくさいんですけど、一旦降りて食って、で降りて食べてる間にタワー、嘘、タワーはねライドラの方を殴るんですよ。これちょっといいの。え、これ進化ゴーボールじゃなかったら普通に危なかったかな。全然エリポンが危ないんだよな。エリポンまずいな。いやーこれ逆攻めといて進化の檻とライトラやばすぎんなこれ。いやでも頑張ってる。マジ限界すぎる。普通にきついんだけど。お、いやそれはさちょっと耐えたらさ俺がワンチャンを見出してしまったりしないねえ。あるよね、食べます。いや早く食べてほしいな。食べました。フフフフ、うわやばい、
感じ、こんな感じか。いやなんか絶妙だな絶妙に弱くね今の。なんか耐えていい感じになったらもうねえ最高だったんだけど、やべキンキしたい、やばい、親衛隊かな。親衛隊、まあ一体ずつ食いますよと。いやー先置きしちゃうか、もったいなく感じちゃうっすね。まあでも2回に1回なんで結構雑でもいいか。さあ小物がいっぱい、カウント、単純にこれだけです。からの5個ストライク、え待って、左のいけ、 HP10% 上がってんの分かんねえな。顔でかくなってるぐらいは分かるけど、親衛隊受けもしかして。うわーやだな、まあ真ん中の檻で全てを寄せて、まあこういうのは単純に強いんだよな、別に今まで通り強い。でも近畿できたわこれ、いやできたわ、ナイス。これは普通に檻が強いか、ロケ砲が来たら即やな、打ちたいんだよ、来ない、もういっちゃおうぜ。さあやなめで、で防衛はさあ隊長食べちゃったよ。うん、マイティ。あ、これすげえな、マジで。閉じ込めてる間ね、タワーの滝がその閉じ込めてない外のやつに行くんだな。慣れなきゃね。さあ、ナイス。まあ檻、まあまあ普通に普通にね、普通に良かった。まあでも全てのデッキに入ってくるような感じじゃねえな俺的に。え、でもロイジェイには強えんだよな。ロイジェイも完封できん、完封はできないのかな。ロイジェイも食えんのか。これだけで相手きつそう。まあ一旦ね、まあ檻置いてね、次の檻で進化ロイ守れるのちょっとでかいな。どんぐらい守れるか分かんないんですけど、いっちゃおうかこれ。テスラ嫌だな。フェニーもいたんだよね、あと。まあ追加の5骨ロイホグ強そう。えっマジで相手も限界、限界な顔してる。マッスル側にコスト使うぞ。なんかはい、ウッド使いました。さあ逆ロイホグね。いや親衛隊が
まだまだ強いってことですかこれ。まあここはね進化ロイジャイなんですけど、まあそれもでもここに置いちゃうとあれだな、蓄えられないんで、対ロイジャイとかは正面らへんに置いてあげないといけないですね。でも壊されたら止まっちゃうんで、止まっちゃう、働かなくなっちゃうんで、まあ攻撃されないようになんか絶妙な位置を探さないといけないねえな。いやーこのホバーうざいね。来た、これさむずくない？やべ、俺の置く位置これダメだわ。あーあーむずマジで全然普通の普通に檻置いた人になっちゃったな。もう目の前ぐらいに置いて、まあでも後衛に攻撃されたら結局意味ないんだよ。慣れなのか、それとももうもともときついのか。なんか難しいね。まあ明らかにペッカーゴーレムその辺には強いな。言ったら無効化させるようなもんですからね、その一体の単品のやつを。無効化っつうのラーバーなんか多くね。いやでもきついよこれ、牢獄まで行っちゃってね。行かなくてもよかったかもな。さあこれはまあ LSP でもいいか、やなめでもいいんですけど節約しちゃう。来た、でもザッピーでもいいけど、これを、ういすごっ、なんか吸盤ついてるみたいな。えそれ走んの、それはやめて今の走っちゃうのか。え今の走っちゃうんだったらさ、進化する前の檻だったらさ、カトゥーンが箱が受けて中からさノーダメージのリベンジゴブリン出てくるから、進化しない方が今みたいになんなら強くね。進化することによるデメリット出ました。プリンスのカツンが入っちゃう、だいぶ痛くね。カウンターにつなげらんないや。今のカツンは良くないね何なら進化して弱くなってるよ、まあ、中に捕まえちゃってるからダメージが入っちゃうのか、難しい。いやーザッピー優秀すぎんな。いってらっしゃい。まあリベンジゴブリン君の出番ですよと。なんかどうなんどうなんこれは、普通に弱い普通に弱いんだけど、そんなことない。今んとこね覇気を感じないこのカードに。まあ、だいぶ相手のデッキとかにね左右されちゃうかもな。まあこれ使うぐらいだったらね、もうテスラでいいテスラでいい。
いやー、これやだな。攻めちゃおう。スケラかな。インドラ。もともとが別にね、ここ最近あるある、別にもともとがそんな弱いカードではないんで、別に進化してそんな強くないっていう。さあネクロとか、あ、ジョイ来た、これでかいぞ。でしっかりこの箱を延命するのが大事なんですね。この箱を延命することによって、さあ何もできませんよと。うわやば、気持ちよこれ。うわ、中で一体どんなどんなことが起きてんだこれ。楽しみだな、ちょっと気になっちゃうな。いや今みたいなめっちゃ強いけどね、一倍タイムがだからより強いか。いやーこのロイホグ止まんねえよ。だからし、いやまあジャイ、いやなんかまあもうプラスアルファぐらいなんか性能あったら嬉しいなと思っちゃったな。なんか足んない感じにしちゃったよ。他の進化がやっぱね優秀だもんな、明らかに。中から出てくるゴブリンもっと強くてもいいしな。まあこれ暇だな、ヤナム2周ぐらい回しとこうかな。あれに、まあジャイ来たら置くけど、いやいいよ。あー箱が壊されちゃったからね、今蓄えられなかったんだ。まあそれ痛えな。まあ箱の HP 別にそんな高いわけじゃないんでね。こんな感じかっていう。はい、というわけで進化ゴブリンの檻、まあ、使ってみたんですけど、なんかこういうの見るとねめちゃめちゃ強えなってなるんですけど、まあそんなシーンがねやっぱ少ない。結局こういう場面って相手にファイヤーボール打たれたりとか、まあ、呪文打たれたり後ろにユニットいたりしてゴブリダメージ負っちゃうと思うんですよね。そうなったらねなんかあんまあんま意味をなさないなって感じがしたので、まあ、正直今回はぶっ壊れとかではないかなと感じました。まあ、また触っていけばね、実はこいつ強かったですとか、まあ、そういう可能性もね、まあ、あるとは思うんでね、はい、ちょっとまた皆さんの意見も、参考にしつつね、コメントお待ちしております。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。お寿司とまたね。